住吉反り橋住吉反り橋住吉反り橋は大阪市住吉区の住吉大社境内に架かる橋である。通称で太鼓橋とも呼ばれる。橋の長さは約20メートル、幅は約5.8メートルの木造桁橋である。橋中央部の高さは4.4メートルで、中央部を頂点として半円状に沿っている。最大傾斜は約48度となっている。 地上と天井を結ぶ虹に例えられていたため、橋が大きく沿っている構造になっていると考えられている。橋は、何和の那覇橋50線に選定されている。また夜間ライトアップも行われていて、関西夜景100線にも選定されている。橋は、川端康成の小説、反り橋の舞台となった。橋の南東には、 ソリ橋の一節が刻まれた川端康成の文学碑が設置されている。ソリ橋ではなく、ソリ橋が正しい名称である。橋については、慶長年間に最初に造営されたと伝えられている。造営者については、豊臣秀頼が造営したという説と、淀ドが造営したという説がある。佳橋当時は、住吉大社付近に海岸線があり、 本殿と対岸の入り江を結ぶ目的で架橋された橋だとされている。現在は池の上に橋が架かっている形になっているが、この池は当時の入り江の名残だとされている。橋の基礎部分については創建当初のものをそのまま使用していると考えられている。その一方で木製の橋桁や欄干は老朽化に伴って何度も掛け直され、直近の掛け替えは2009年に行われた。 ありがとうございます。